亀田敦アツは中央競馬立東トレーニングセンターの騎手、京都府出身。実家が京都競馬場のある淀ド付近で小学校低学年の頃から競馬場でレースを見ているうちに騎手を志すようになった。親族に競馬関係者はいなかったが、京都競馬場の少年団に入り、騎乗技術の基礎を学んだ。2016年に競馬学校騎手課程に入学。 2018年11月の公開模擬レースでは、雪の大河に起乗して優勝した。2019年2月、競馬学校騎手課程を卒業。同年3月に、立東北で成人級者から騎手デビュー。初騎乗は3月2日の1回半身3日目第1レースで、母々に起乗し、11着であった。デビュー3週目の3月17日。 中京 7R を自給車のグランドガールで制し、通算15戦目で初勝利を挙げた。2020年6月27日、函館競馬場での湯の川温泉特別でシュエット・ヌーベルに起場し、通算31勝目を挙げ、GI レースへの起場ができることになった。GI レースでの初起場は、同年12月6日に中京競馬場で開催されたチャンピオンズカップ。 起乗した吉尾は前週にもジャパンカップに出走しており、再開での入選となった。2021年5月29日に施行された、青いステークスでは13番人気のレイハリアに起乗。道中2番鉄追走から直線抜け出して勝利し、重傷初制覇を成し遂げた。目標とする騎手は幸い秀明。趣味はゴルフ。競馬学校卒業時には、 騎手としての実績だけでなく、関係者やファンから信頼され、愛される騎手になりたいと抱負を述べた。音心という珍しい名前は、温かい心を持った人になってほしいとの思いから、母親が命名した。本人も、ファンの方には、ハートと呼んでほしいですと希望を述べている。亀田厚信の年度別成績を参照。ありがとうございます。